IFG は前節終了時点で首位町田と勝ち点差4の6位と上位をキープ。超攻撃的サッカーで快進撃を続ける藤枝は前節一時逆転を許しながらも試合終了間際矢村の逆転ゴールでこの試合計3ゴール。乗りに乗る藤枝、 J2 初の4連勝なるか。先ほど終わったばかりの超速報です。アウェー金沢に乗り込んだ白のユニフォーム藤枝、前半2分藤枝はロングボールからピンチを迎えます。ここはキーパー北村がナイスセーブ。4分、今度は藤枝の渡辺がキーパーのロングキックをつなぐと平尾がミドルシュート。藤枝東高校出身、リーグ戦初先発の平尾が積極的な姿勢を見せます。さらに9分にはクロスのこぼれ球を拾った榎本が自ら仕掛けてシュート、ゴールを脅かします。するとこのプレーで得たコーナーキック、こぼれ球を拾った榎本、渡辺へつなぎクロス、クリアボールを回収した杉田が右足を振り抜きます。杉田の今シーズン初ゴールで藤枝が先制します。いや、このゴールはどうですか。いや、これはスーパーゴールじゃないですか。まあ、常にチームを引っ張ってる男でしたから、こういったところで決められるのは大きくないですか。そうですよ、結構距離ありますよね。まあ、どうしてもこう守ってきてるところもあったんで、ミドルという手段は当然必要なんですけど、はい、この自分の前が空いてる時を見逃さず打ってきたところですよね。シュートスピードも抜群でしたね。はい、完璧なゴールです。しかし21分、相手のロングボールからでした。金沢の加藤に同点ゴールを許した藤枝、4連勝とはなりませんでした。こんにちは。こんにちは。県勢 J リーグを全力応援するキックオフ静岡、 MC の須藤俊介です。須藤優奈です。さあ、今日のゲストはこの方です。はい、サッカー元日本代表、北澤剛さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、北澤さん、藤枝、はい、ちょっと4連勝とはなりませんでしたけれども、引き分けということになりました。まあ、負けないのは良かったと思いますし、まあ、どっちも勝てた試合にもなったし、負けて試合にもなったっていうぐらい勝ちを取りに行った内容だったんじゃないかなと思いますけどもね。チャンスも多くありましたよね。多くあったし、なんかこう J2 のペースに慣れてきたなっていう感じがしますよね。相手との間合いに自信を持ってこうドリブル仕掛けたりとかしてるじゃないですか。そういったなんかやっぱチャンスシーンが増えてきてる印象はありますけどもね。またリーグトップの22点を決めてるんですよね。まあ、そういうのは自信になって自分たちの間で勝負ができてるっていう理由になってきてると思いますけどもね。はい、ここからの勢いも注目ですね。はい、さあ、続いては好調の清水エスパルスです。はい、その手腕に注目が集まる秋葉新監督、まずはネットで話題沸騰中のこちらの映像からご覧ください。いや、そうなの。はい、秋葉体制初勝利となった8日のベルディ戦、この試合後注目を集めたのが勝利に喜ぶ秋葉監督の大絶叫。食いつきそうだもん。イエーイ、素晴らしいじゃん、おい。この動画が熱すぎるとクラブ公式 YouTube で20万回再生の大バズり。秋葉監督とは一体どんな人物なのか。火曜日キックオフは美穂グラウンドへ。誰よりも大きな声で熱血指導する秋葉監督。
練習後直撃すると、生まれてからこういう感じですし、まあまあ暑苦しいのは分かってますけど、もうやるからにはこう熱く感情をむき出しにしてやる方が僕は自分らしいですし人間らしいと思ってるんで、熱量含めてまた今後も伝えていきたいなと思ってます。秋葉監督の熱さに守護神権田選手は、何があっても冷めないんだろうなっていう感覚はあるので、なので本当まあこの監督が言うことだったらついていっていいんじゃないかっていう、そのと信頼を一つ一つの発言だったりからみんなが感じれてると思いますし、秋葉監督就任後前節までリーグ戦は3勝1分けで負けなし。チームのベースになっているのが戦うこと。それがなくて勝てるんだったら全然要求しませんけども、戦わずに勝てるなんて1秒もないと思ってますから、それをこう戦わない選手がいるんだったらそれは負けるリスクが高まるだけだと思ってますんで、そんなことは当たり前にやった上でプラス僕らは戦術戦略だとか技術だとかアイデアだと思ってますんで、まずそこはもうマストでやってもらえなきゃ困るなと思ってます。サッカーでは熱く戦う秋葉監督、しかし意外な一面も。自分をちょっと動物で例えるとどういう、なんかアイドル雑誌みたいですねうさぎ年ですし、うさぎなんじゃないですか。寂しいと死んじゃいますからすごく寂しがり屋ではあるんで、一人でいるよりやっぱみんなとワイワイしてる方が好きなので、特に監督って孤独になりがちだとかってよく言われますけど、まあ、僕はあんまりそう思ったことないですし、なるべく皆さん構ってくださいお願いします前節今シーズン初の連勝を飾ったエスパルス、3連勝をかけ栃木 SC 戦に臨みます。いかに最初の出遅れをこう取り返せるかどうか、まだまだ我々は10位という10位にいますから、まずはしっかりと早くこう昇格圏内に行けるように、目の前のゲームをしっかりと大事にして、その積み重ねが最後42試合積み重なって我々が最後やっぱり戻るべき場所に戻るっていうことが大事だと思ってますんで、しっかりと足元を見つめながら、でもしっかりと高い頂きを見据えながら、また一日一日大事にしてやっていきたいなと思います。監督就任後リーグ戦は3勝1分け負けなし。本拠地アイスタで3連勝を狙うエスパルスは前半14分、北爪が鋭いクロスを供給し乾が反応。前節先制ゴールを決めた乾が積極的にゴールを狙います。いい形を作り続けるエスパルス、前半28分には超アグレッシブサッカーを掲げる清水エスパルス、北爪が抜けてきました。カルリーネスジュニオの前、北爪がサイドから果敢にドリブルで仕掛けます。その後も立て続けに猛攻を仕掛けるエスパルス、乾がドリブルで持ち込みシュート、しかし相手の好セーブに阻まれます。しかしその直後でした。さあフォナウドがこの右サイドでボールを今受けてドリブルでかわして、乾がフリーだ。乾の右足シュート、エスパルス先制点。前半39分エスパルス乾がやりました。乾隆2試合連続ゴール。北澤さん、改めてこの乾選手のゴールいかがでした？いや、よく動いてますよね。当然テクニックが高い選手であることは間違いないんですけど、やっぱり動くことによってフリーになって、この技術の高さというものがペナルティエリア内で生かされてますよね。キーパーも出てきてるんですよね。まあ、この辺はもうファーストコントロールしっかりいいところに止められてる理由だと思いますけどね。まさにセクシーフットボーラー、大活躍だ ね。2試合連続先制ゴールの乾がアイスタを盛り上げます。2021年以来2シーズンぶりのリーグ3連勝へ。さらに前半終了間際でした。ここでボールを前線に蹴りました。鈴木の裏から北爪、このパスからのゴールいかがです？あなたはどこのポジションなのっていうぐらいの高さを取ってますよね。サイドバックに入って、はい、まあ、1点目取った後この前半のうちにこの2点目っていうのは取れるっていうのが今のチームのこう調子の良さを表してるんじゃないでしょうかね。
これで2対0、はい、秋葉新監督も思わずガッツポーズ。最高の状態で試合を折り返します。ハーフタイムロッカールームでは2点リードという状況でも熱いディスカッションを交わす選手たち。そして最後監督から、さあ 2-0 なんで決したいっていうの、こんなにサポーターしてる3点4点5点5で仕留めるぞ OK な、ただし全員ハードワークしてゼロで抑えるぞ OK 最後大好きです。監督からの熱い言葉を受け、後半ディフェンダーの高橋が見せます。この位置からロングシュート、さらにその4分後には乾ふわりと浮かしてゴールを狙っていきました。先制点を決めた乾が技ありのループシュート、しかしこれは惜しくもバーの上。3試合連続完封勝利へ、ディフェンス陣も粘り強いプレーを見せます。そしてただ権田が飛び出して、素晴らしい。そして今試合終了のホイッスル、エスパルスが2対0、秋葉監督が吠えます。見事2対0で逃げ切り、2シーズンぶりのリーグ3連勝となりました。すると試合後にはホナウドがまずはいいボール入れてくれたのもそうですし、ニアにチアゴが走ってくれたりとか、カルが、もう一個ね中に行ってくれてディフェンスを引きつけてくれたので、まあ、自分がフリーになれたので、まあ、自分のゴールというよりも本当にみんなの、ゴールだったかなと思います。この間ホームで悔しい引き分けだったので、絶対勝ちたいという思いを持ってやりましたし、この、まあ、ゴールデンウィーク入ってすぐのいっぱいのお客さんの中で、点も取ることもできましたし、勝つことができて最高です。もうゴールデンウィークの初日にこれだけのやっぱりこうサポーターファミリー来てくれてますから、やっぱエスパルスのクラブの偉大さだとか、こうサポーターの偉大さみたいなものを改めて感じることができるゲームだったなというふうに思ってます。いやもう全員がしっかりと戻る速さだとか、最後体を張るところ、もう危ないと思っても必ずゴール側から守備してますから、これは続けてほしいですし、まあ、あと最後みんなのこの魂みたいなものがボールに乗り移ってるからこそゴールに全くボールが飛んでこないですから、これは続けていきたいなと思います。中3日ですぐ徳島来ますし、その後またここ明日帰ってこれますんで、まずどれだけ回復させて、それはメンタルもフィジカルも両方どれだけ回復させるか勝負ですから、またしっかりしたものを水曜日お見せしたいなと思います。はい、改めてエスパルス2対0で3連勝です。北澤さん吠えてましたもんね、実況で。いやいや、はい、それはもう吠えますよね、テンションが本当に上がりますけどね。これ好調の要因って何ですかね。いや今も監督、秋葉監督のコメントにあるように分かりやすいじゃないですか、うん、難しい言葉使ってないっていうのが、まあ、選手にとって理解しやすいですし、はい、まあ、どの方向に向かうのかっていう矢印がやっぱ明確だなっていう感じはすごくしますよ。さらに完封勝利で3連勝、うん、これは大きな手応えなんじゃないですか。まあ、どっちかにポイントを置いてるってことはないと思いますけど、やっぱ全てが何のためにっていう、我々は今ここの場所にいる立場じゃないよねと、やっぱいるべき場所はどこにあるのっていうことを明確にしながら、今やるべきことをこう一つ一つこう積み上げてるなっていうのがプレーの中でも出てるんじゃないですか。だから出だしがいいもん。ホームでは絶対負けないという言葉も秋葉監督から聞かれましたもんね。神話を作りたいという話ありましたけれども、誰が出ても結果が出てるっていう競争が生まれてるんですけれども、3試合ぶりスタメンのこの北爪選手がこのゴール、改めていかがですか。まあ、本人のこのタイミングで今行くべきだろうと思って瞬間に考えていってんじゃないですか。そういったなんか即座の判断みたいなのが効いてるなって思いますし、それを見逃さない高橋のフィードだったりとか、まあ、全てがあってきてるな、鈴木選手があってきてるなっていう感じがしますよね。北爪選手今日がお誕生日ということでおめでとうございます。おめでとうございます。あらまあ、31歳。そしておめでたい続きで、こちら高橋裕二選手はですね、はい、昨日試合前に J リーグ通算200試合出場のセレモニーが行われまして、奥様の元 AKB48 高城亜希さんから、あとお子さんから花束渡されました。微笑ましい幸せな家族だね。どう、いや
憧れちゃいますね、ちょっとね、こういうの見ちゃうと。でもお子さん、本当に可愛くて、J リーグ200試合ですか、ね、そうなんですね、このポジティブないいムードがこう、ね、エスパルスに、はい、漂ってるなという感じがします、こう連勝街道、突っ走っていってほしいな、みんな行きたくなるでしょうね、試合にね。そうですね、ゴールデンウィークが始まったばかりですからね。さあ、続いては、激闘のジュビロ、打ち合いを制したのは。3試合ぶりの勝利を収めた前節、スタジアムを沸かせたのはキャプテン山田浩樹でした。利き足の右足ではなく左足で決めたトリック PK、 今節も山田のプレーに要注目です。今シーズン初の連勝を狙うジュビロ、ここまでまだ勝利のない最下位徳島と対戦しました。しかし開始直後に失点、さらに20分、静岡学園出身ヒョン・リオからボールを受けたのは元日本代表の柿谷。柿谷の個人技に翻弄されリードを広げられます。巻き返したいジュビロは後半開始から今シーズン4ゴールをマーク、フォワード後藤圭介を投入。するとその後藤の最初のプレー、後藤がいきなりゴールに迫ると、8分コーナーキックのチャンス、こぼれ球に反応したのは松原。反撃のまずは1点ですね、そうですね、やっぱりセットプレーの数結構あったと思うんですよね、はい、それを活かせるということは重要だと思うし、松原よく決めたね、はい、3ゴール目。しかし7分後、自ら痛恨の失点、再び2点ビハインドに。ホームで最低でも勝ち点が欲しいジュビロ、その後も攻め続けます。迎えた41分、またしてもコーナーキックでした。古川のクロスに松本。しっかりセットプレーをものにするっていうのはどうですか。やっぱ攻められてる時にその数増えてくるので、けどこれも変化つけたじゃないですか、ショートで、はい、古川が入れて鋭いボールでって、そのこぼれですもんね、はい、しかし反撃及ばず、今シーズン初の連勝はなりませんでした。失点したセットプレーはもう毎回、我々に突きつけられている、課題の一つで、自らの失点は僕がみんなに、選手のみんなに要求していることなので、そこからの失点は全部僕の責任かなというふうに思っています。ということで3対2で最下位に敗れるという結果になってしまいました。横内監督のコメントもありましたけれども、横内さんのサッカー、北田さんどのようにご覧になってますか。ちょっとこう試合の入りは良くなかったですよね。こういう勝ってないチームに対してきちっと入っていかないと、ああいうセットプレーでやられてしまうシーンが自分たちがやりづらくなる試合になってしまうということ、でそれがこう選手変えても何を目的とするのかってのはちょっと分からなくなってきてて、これまで勝ってる試合は割と勝つことによってなんか自分たちの明確さが出てくるんだけど、負けるとちょっと迷い込むなっていうのは少しありましたね。今回連勝ならずということだったんですけど、なかなかこう波に乗れないっていうのは、これどうしたらいいですか。いや、今回大きなチャンスだったと思いますよ。やっぱ本当試合の入り方っていうのは重要だなっていうふうには思う。その流れが持ってかれちゃうのが怖いですよね、J2 の戦い方というと。ただ次中3日で東京ヴェルディ戦、上位との対決になりますけど、ポイントどんなところでしょう。さっき話しててね、失点が少ない相手なので、はい、やっぱ守備が硬いというところもありますし、個人個人テクニックがある選手が多いので、局面はきちっと守っていかなければいけないなと思いますよ。だから、なんだろうな、
いい守備からいい攻撃、うん、どっちかというと攻撃から入るタイプじゃないですか、はい、だからちゃんと守備から入った方がいいかなというふうに思いますけどもね、うんはいうん、じゃあちょっとそこ注目しながら試合を見ていきたいですね、うん、だけどここ勝っていくと順位上げ、上がれる可能性あるでしょ十分にありますねもちろんです、ねはいはい、で順位表見ていきましょうか、はいはい、最新の順位表ですまず6位藤枝舞 FC 北澤さんあの J1 昇格プレーオフ圏内に今、はい初参戦でいるってこの順位いかがですか。やっぱ自分たちのコンセプトが明確であることですよ、うん、ここはやっぱ強みだと思います、うんはい、そして清水は一時19位でしたけれども8位にじわじわと上がってきました。ここ見ててくださいビヨーンと上がりますから、おここからチーム力違うでしょだって、秋葉監督声変わっちゃったもんねだって、ねはい、そしてジュビロは11位ここから上がっていってほしいと思います、うん、さあ続いては J3 アスルクラロ沼津です。JSL からの昇格組を破り今シーズン初の連勝です。ゴンちゃんアウェーで FC 大阪と対戦した白のユニフォームアスルクラロ、最初の決定機は前半34分、裏に抜け出した和田が狙いますが決めきれません。試合が動いたのは後半12分、ゴール前の混戦、押し込んだのはキャプテン菅井。いやこのシュートはどうですか。これはもうこのなんだろうな、ぶつかったところで裏のスペースを浮かしてくれたことのこのポストプレー、ここ大きいですよね、はい、また結構角度なかったですね。あ難しいと思いますよ、はい、ただしっかりニア狙ってましたよね。ゴンちゃんだこの1点を守り切ったアスルクラロ今シーズン初の連勝です。天竜川関係あったっけ。Jリーグの前身となる日本サッカーリーグ時代に存在した静岡ダービー。ライバルとしてしのぎを削ったのがジュビロの前身ヤマハ発動機と本田技研。両チームが本拠地を置く磐田市と浜松市の間を流れる川にちなみ、その試合は天竜川決戦と呼ばれていました。12番の今シュートをしました岸本、後ろから押した。フリーキック。ダービーマッチならではの観客も熱狂する熱い戦い。初の天竜川決戦から44年、群雄割拠の J2 で来月新たなる戦いがダービーマッチの歴史に名を刻みます。北澤さん、若い頃の勇姿がありました。いやどうせ出すなら勝った試合にしてね負けちゃってましたけど、だけどあの時の山強かったもん。いい選手いたよ。やっぱりダービーって盛り上がりますか。まあ選手たちはもちろんだけど、お客さんたちがそう思うんじゃないのかな。うん、まあ、そういった意味では来月新たなダービーマッチが誕生しますね。これ静岡県内出るよね。いろんなダービー名付けていった方がいいんじゃないのこれ。そうなんですよ。そうですね、うん、でも静岡今回は3チームいるので三国決戦として。なるほど、はいはい、ついてるやんちゃんと。そうなんです、うん、あるんです名前が。そうなんです、はい、でまあ、清水と藤枝で、さらに藤枝は中3日中4日で藤枝と岩田とも対戦するということで藤枝連戦がダービー続くんですよ。藤枝これ山だね。これ山ですよ、はい、まあそうやって歴史残るからね。はい、まあ、ですね。さあそしてキックオフ静岡は来週5月7日はお休みです。次回は5月14日新たなダービー静岡三国決戦清水対藤枝の試合をたっぷりとお送りします。翌日なのでお伝えします、はい、今日のゲストは北澤さんでした。ありがとうございました、はい、ということで最後はこのポーズでお願いします。キックオフ。